さんこんばんは。本日のマッチはアルモルフィーダ対川崎フロンターレ、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、毎度お気に。じゃあ今回はヴィッセル神戸対川崎フロンターレですね。こちらはそうですね、チョン・ウヨンがいるんで結構パスサッカーを展開していきたいなというふうに思います。じゃあやってみましょう。キックオフでスタート。まずはビルドアップからね。アルモルフィーダ対川崎フロンターレ、エキシビションマッチです。試合はどのような展開を見せるのか。すごいなプレスが。渡辺、この柔らかいパス来たか。見事なパス来た。ゴール、アルモルフィーダ、ここで先制。いいシュートだ。なんでお辞儀してんの。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、これは良かったね。シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。さあアルモルフィーダ、よし1点まずはつなげてきました。まあここから相手が修正してくる前にもう1回点を取りに行きたいでしょうね。いい流れ、いい流れ。マスカーラ、しちゃう。チョン・ウヨンに渡そう。渡辺、よし、サイドから攻めるぜ。さあサイドのスペースへ。よし、通った。チャンスですよ、チャンスですね。上げてくる、このボールはクリアです。よし、上がってくる。戻りが遅いね、やばいよ、戻りが遅い。やばい、大久保来たよ。大久保、縦にボールを振ります。ああ、ま、取られた。縦にボールを繋いでいきます。よし、これをカットします。よし、アルモルフィーナとしては立ち上がりからいい形で回してますよね。よし、マルキニオスから、ああ、キーパー飛び出し。よし、チョン・ウヨン、チョン・ウヨン、長いボール裏へ落とす。流れを止めます。あー、トライ。前半の3分の1が経過しました。来るよ来るよ、小林へ。サイド攻撃来るで。セゴセゴ、なんだ、こねるなこねるな、おい、こねるね結構。おい、やばい。チョン・ウヨン、ここはクリアします。やばいよ、まだゴール前固めるよ。ゴール前が、マジか、おい、大久保に決められた。先が追いつきます。すぐ追いつかれたね。これはちょっと寄せが足りなかったでしょうか。確かに。ここまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。結構ディフェンスの数おったんやけど。ああ、そう。今日のゲーム。よし、キー取りなそう。さらに出てきました。振り出しに戻しましたね。ここから確かに振り出しにも出てくるのか楽しみですね。ショーン・ウヨンからサイドチェンジ。このパス、これ取ったんじゃない？面白い。よっしゃ、来たよ。ここはオフサイドありません。オフサイドないよ。いましたね。あかんあかんあかん、センターに。ああ、速攻の使い分けが重要ですよね。はい、この2つで攻撃の幅がぐっと広がってきますからね。なるほど。なんちゃい。ここはカットします。あー、取られた。激しくボールの持ち主が取られたよ。小林、やばい。裏を狙う。よっしゃ、森岡、やばいよ。マルキーニョス、よっしゃ。高橋、長いボール裏へ落とす。いいボールちゃう。あかん、あかんよ。取りに行こう、取りに行こう、前線から取りに行こう。30分を経過しています。
ここまでは1対1の同点です。レナとかこれね、角田、中村健吾、車よっしゃ、スローイン、よしよし、1回出しとこう。大きくサイドチェンジです。じゃあ何が、あ、中入れてたよ。やばい、やばいやばい。これ前を向けるか、うわ通ったか、やばい、まだありますね。防ごう、これはどんどん防ごう。え、旗が上がっています。オフサイドです。オフサイドね、よかったよかった。マルキーニョス、マルキーニョス、浮かせて、これいったんじゃね。さあフラッグは上がっていません。オフサイドかと思いましたけど、上ありませんね。シュート、あーダメか。よしコーナー行くよ。こんなもん、あー抜けちゃったか。よっしゃー、もう一回サイドから行こう。サイドから来るー、あかん。いやー決定的でしたね。ダメだ。マルキーニョスピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。決まらんか。うまく合わせた、いい攻撃でしたね。はい、ドリブルで駆け上がってのコース、いいサイドやってるけどね。サイドも良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね、そりゃそうよ、効果的に。41分が経過、前半です。ちょっと強かったか。小林、中村健吾、パスできたか。このパス超えるか。あかんよ、あかんよ、誰か取りに行こう。高橋、一回妄想、一回妄想、岩永、一回妄想、サイドチェンジ。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さあ同点のまま前半を終えています。ここまでいかがでしょう。お互いに自分たちの時間帯がありましたからね、うん、どちらが優勢とかは今のところないですね。なるほど、後半頑張るぞ。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。1対1の同点で前半を折り返します。そうするとこの後半始まっています。なかなかボールが取れねえな。こねるな、こねるな、こねるな、こねるなよ。おいレナト、いけいけいけ、プレス、カクター、中村へ、中村、マスター、おいおい、大島へ、エウチーニョ、サイドを縦に走らせます。サイド来た、あかん、どうだ、ディフェンダー集中力いいですね。小林シュート、マジか、マジやばい、やばかった。レナとダイビングヘッドでした。足ではなく頭っていう選択でしたね。岩永、高橋、よし、森岡、チョン・ウヨン、浮かせて裏を、しまい、チョン・ウヨン、いい展開ですね。プロコントロール、いやーもう中4人いますね。これ行ったろ、合いません。どうするどうする、車、なかなか1対1から膠着やね。あー取れない、1対1の同点です。よっしゃ、
森岡。ああダメか。よっしゃチョンミョン行け。さあ前線へ。味方を走らせる。来たんじゃねえか。いやー真ん中行っちゃった。うまい飛び出しからのシュートだったんですがこれは決まりませんでした。そう真ん中行っちゃったな。スペースうまく使ってチャンス作り出しましたね。これを繰り返していけばいいと思いますね。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。チョンミョンからこれ来た。あーダメかクリアされた。よしサイドからくるー。あかディフェンスいいですね。読まれてた。チョンヨン。あーダメか。触ります。大島。あーダメか。戻ろう戻ろう。やばい戻ろう。いないぞいないぞ。ディフェンスがいない。まずいぞまずいまずい。よしコーナーコーナーコーナー。よかった、まあ、とりあえずコーナー。よっしゃ。ありませんでしたね。よっしゃ、相馬。サイドからえぐるよ。サイドからえぐろう。切り返して。相馬。さあ上げられるか。センタリング。あーですね。よっしゃ。え？オフサイドになります。そうか。残っちゃってたね。ちょっと待ってここで交代。ペドロジュニオルどうどうなぁ。サイ、うん、田中選手でいこうか。よし2人変えた。キーパー前へ蹴り出します。よっしゃここはすぐ奪い返します。ペドロジュニオル。あーダメか。さあ残り15分。まあもうどちらが勝ってもおかしくない試合ですよね。そうですね。やばい AFC に送るぞ。サイド攻撃来るぞ。このボールが繋がります。よっしゃ小川これでいこう。シュート。なんだそれ。ホームでのこのビッグチャンス。大島。エウチーニョ。残り10分です。よし。10分切り抜かないように。相馬行こう。相馬当たろう。あかん。うわ、やばい。やばいやばいやばい。危ないな。気抜くと大久保選手が出る。高橋。田中。よっしゃ相馬に。相馬。おっしゃ行ったんじゃねえ。ああダメか。そうナイスタイミングに出てきたね。おっしゃウヨン。残り5分を切っています。おっしゃこれいいぞサイドから。よしサイドから来る。あ届かなかった。届かない。スペース出ましたね。このボールをカットします。田中もう時間ないですからね。シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。
このパス越えるか、これだ、まだありますよ、まだあるぞ、あきらめ、よし、前棒、前棒、ダメだなかなかや。ストロー、よっしゃ、上がっていく、狙う、ダメか、最後に、もう行きたいとこですね、この時間、しゃ、このコーナーはどうだ、ヘッド大きい、最後ヘッド合いません、わあドローか、ゴールキックとともに試合終了のホイッスル、1対1、引き分けという結果になりました。永見さん、本日のゲームいかがでしたか。今日の試合での課題や良かったところを次のゲームにどう生かせるかですよね。まあチーム力向上にもつながりますし、サポーターも新しい目標ができるんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は七海ひろしさんでした。七海さん、ありがとうございました。ありがとうございました。1対1、両者痛み分けという形に終わっています。